リミット速報。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、リミットレギュレーションの適用とね、一部のスキルの仕様変更がありましたんで、デュエルリンクスニュースのお時間です。リミットレギュレーションとですね、スキルの変更が発表されまして、3月の、まあ、9日、まあ、3月の半ばくらいから修正されるんですけども、こんな感じになっておりましてですね、いろいろとですね、カードだと 1,2,3,4,5 枚ほど、それからスキルだと、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,12 個、変更ありましたんで、一つずつ見ていこうかなというふうに思っております。まずちょっとカードからいきましょうか。まずカードですね、こちら地区島牧雪、知らんっていう方もね多いと思うんですけれども、このカード、植物族モンスターをリリースすると相手フィールド上に植物族を、特殊化できるよっていうカードなんですが、どうやらですね、次のメインボックス植物族を強化する、まあ、つもりらしいんですよ。立花とかなんか来るって噂されてるんですけども、あの辺のカードと一緒に併用することができなくなるのかな、多分ね。なんかこれ規制する必要本当にあるのかっていう話なんだけども、逆に言うと、この地区と牧雪をリミットに入れるってことは結構ちゃんとテストプレイをしてるのかもしれないなって個人的にはちょっと思ってて、テストプレイしない説っていうのが結構にわかにね、ささやかれていたじゃないですか、今までは。なんですけども、ちゃんとやってんのかもしれない、もしかしたら。結構やばいのかもね。ただ次のメインボックスで再録される可能性も結構あるらしくて、再録されるとしたらリミット1のカードを、まあ、初手で実装してる、再録してるってことになっちゃうんで、その要はパック剥く前からリミットかかってるみたいなね感じなんで、まあ、それはそれで事件だなと、思ってるんですけれども、問題はですね、このリミット2ですね。あ、ちなみに、リミットは3月の9日から適用されますという感じなんですが、リミット2、ミズジャッジと、ヘッドジャッジング、おめでとうございます。理不尽すぎましたね、この2つはね、理不尽すぎました。ザマーと言ってもいいと思います。ちょっとデスペラード好きな方は、ごめんなさいなんですけども、カップオブエースとの併用を抑えるため制限しますということで、めちゃくちゃそのまま書かれてるっていう、これなかなか今までなかったですよね。カップオブエースとの併用を抑えるためっていう、めちゃくちゃ名指しして犯罪者の名前書いてるっていう、新聞でさ、犯罪者、A さんとかじゃなくて思いっきり氏名が乗っちゃってるみたいな感じなんですよ。これカップオブエースとの併用を抑えるため制限しますっていうのと、あの汎用的なリミット2のカードと、併用を抑えるため制限しますっていうことで、まあ、この2枚はですね、やっぱりスキルが強すぎましたね。スキルがね、絶対運命力っていう、まあ、今回ちなみに絶対運命力の方のスキルも修正されてるんですけども、こいつはね、ちなみに絵柄的にはこっちも水ジャッジで、こっちも水ジャッジなんで、まあ、どっちも水ジャッジに規制されてるっていう感じなんですけれども、狡猾とか、巡るとか、同様のリミットなのが結構受けますね、これは。ヘッドジャッジ、そんな強いみたいな感じだと思うじゃないですか、ね、そんぐらい強いんですよ、このカード。俺はちなみにヘッドジャッジングで自分のモンスター2体パクられて、パクられたモンスター2体でダイレクトアタックされて負けたっていう試合が結構ありますんで、普通にこのカード嫌いなんですけども、ちなみに嫌いですけど自分で使うのはめっちゃ好きです。これ自分が使うのは OK だけど相手が使うのは拒否っていう、そういう系のカードなんですけども、そういうのはダメですね。スキルも修正されましたんで、全ギャンブラーが今泣いております。まあ、絶対運命デスペかなり弱くなるかな。スキル後でやりますけど、だいぶ弱くなりますね。はい。まあ、ということで、全デッキから、ヘッドジャッジングっていうクソカードを、見ることはなくなるとは思う。やっぱりね、駆け引きがやっぱ必要なカードゲームにおいて、このヘッドジャッジングっていう、運ゲーを要求してくるっていうのは良くなかったってことでしょう。基本的には。で、リミット3なんですよ、これ。アマゾネスの吸収、これ大丈夫？いや、俺これ一番心配なんだけど、地獄のわらび復活するよ。だってこれ効果はですね、アマゾネスモンスターと戦闘を行った相手モンスター除外するっていうね、ダメージ計算後に除外するっていう効果と、あとアマゾネスを手札から特殊召喚できて打点が500上がるっていう効果で、こいつが破壊されると墓地からアマゾネスを特殊召喚できるよっていう効果の、なんか元テキスト長い元第9期第10期の典型例みたいなカードなんですけども、このカード大丈夫？本当に。
今まではリミット打ちだったんですよ、これ。なんで、あんまり誰からも使われてない感じにしたんですけども、いや、これ本当に大丈夫か？なんか除去の多い環境だからっていうことなのかな？個人的にはですよ。俺ね、アマゾネスと戦ってると、なんかほんと胃腸痛くなるんだよね。わかります？あのアロマとかと戦ってると、なんかその胃腸が痛くなるみたいな。そのなんか気持ち悪くなってくるみたいな、あるじゃないですか。俺、あれなんですよね。ちょ、アロマ恐怖症みたいな。アロマ恐怖症と同じで、アマゾネスも恐怖症なんですよ、俺。これさ、まあ、リミットも、アマゾネスの剣士がリミット2なだけで、全部リミットなしなんですよ、他のカードは。だから、王女でもちろんこのカードサーチもできますしね。いや、これコスミックサイクロンとか、まあなんか次のメインボックスでサイクロンも実装されるとかされないとかっていう話はあるんですけども、これね、俺トラウマなんだよね、このカード。このカード本当に大丈夫かっていうのめっちゃ心配。本当に大丈夫なのか。これやばい、嫌だな、俺。この吐き気してきたわ。またこのカードとなんか戦わなきゃいけないと思うと吐き気がしてきました。でですね、リミット解除。これですね、バララバー。まあ、妥当だし、まあ、なんならちょっと遅かったぐらいの感じなんですけれども、このカードですね、まあ、次のメインボックスなんか、植物毒強化らしいんですよ、どうやらね。で、要はリミット今まで2だったんだけども、かかんなくなったことによって、ネオスフュージョンとかで落とすこともできるし、あと、なんか、光の援軍とかね、ああいうので落とすこともできるんで、まあ、植物族、まあ、おそらく、まあ、ちょっとこのリミット1と、このリミット解除で、まあ、植物を強化していいのか、殺していいのか、よくわかんないんですけども、一応、まあ、強化と、いうことですね。まあ、神羅とか今、環境で渡り合えるかと言われるとそうでもないので、まあ、これは、ちょっと遅かったですけど、まあ、嬉しい解除になったのかなと、いったところ。で、カードはそんな感じですね。まあ、多めのはこちらですね。絶対有名デスペラードは完全にぶち殺されてるっていう、そんな感じです。でですね、スキル。今回はね、スキルがめちゃくちゃ多くてですね、変更。3月の25日、から説明文変わりますよっていう感じで、で、施行は3月の18から20日頃のアップデートによってっていう感じなんですけれども、受け継がれる宝玉アイアンコール崩壊印。これらは強化ですね。この3つが強化。あとはすべて弱体化と。なっております。結構環境変わるかな。絶対運命力、それからまあ墓地より芽吹くもの、アーバイオバランス、リスト魔法の使い手、戦術、の使い手、僕のモンスターカードヘビースターター、この辺が全部、下方修正になるよということですね。今回は割と真面目に、非常に真面目にね、規制分考えてきておりますので、小山ちゃんね、もうおそらくね、怒られるのが嫌なんでしょう。我々に。ざけんなって言われるのが嫌なんでしょう。真面目に。まあ、そっちの方がね、いいと思います。僕は個人的にはもうちょっとふざけてほしいですけど。で、まず、受け継がれる宝玉に関してですね。これはですね、元から、その、総主時計みたいな。元から公主時計みたいな感じなんですけど、ここは同じです。で、このスキルは宝玉獣モンスターが7体以上存在するデッキを設定して、デュエルを開始しているとターン数に関係なく、使用できるということで、今までは、ここ宝玉獣デッキでも3ターン待たないと使えなかったんですよ。なんで、まあ、強化ですね、まあ、推奨、まあ、クリストロンの関係、クリストロンのせいでとばっちりめっちゃ食らってたんですけども、このスキルやっとトバッチから解放されまして、まあ、細すぎましたけど、最初からこうしとけみたいな感じなんですけども、一応、宝玉デッキは強化されますよと。で、ここ一応7体以上なんで、7種類じゃなくていいんで、7体なんで、まあ、そこそこ出張ももしかしたら、できるかもしれないなっていう感じですね。で、アイアンアンコールと、自分がアイアンコールを発動した次の自分のターン、に使用できる。自分は手札の、機械族モンスター1体をデッキに戻して、自分の墓地のアイアンコールを1枚、手札に戻すと。アイアンアンコールか。もう言いにくいけどね。このスキルそもそも何だったかっていうと、マジで誰も使ってないと思うんだけども、鉄尾くんっていうキャラクターがね、使ってたんですよ。このスキル。で、もともとは、ドローフェーズを、スキップする代わりになんかアイアンコール持ってくるよみたいな、墓地から。っていうスキルだったんだけども、一応、ドローを見てから、手札に戻して、いらないカードを戻して、アイアンコールを手札に加えるということで、まあ、カモンとか、戦力補充とか、あっち系の、スキルの修正と似たような感じですね。救済スキルになっております。で、崩壊印。
これ嬉しいね。これ嬉しいのよ。自分のデッキに崩壊ビジョンが3枚入った状態でデュエルが開始されますよと。でこのスキルは自分のデッキエクストラデッキのモンスターが崩壊モンスターのみで、これは同じで、崩壊カード以外の魔法トラップカード、つまり汎用カードね、汎用カードが6枚以下のデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用されると。これ今まで崩壊印ってスキルを発動すると崩壊カードしか入ってませんっていうのを宣言する劇的にヤバい好きだったんですよ。因果切断、コズミックサイクロンなどなど何も入ってませんって宣言するスキルだったんですよね、今までは。だから相手からめちゃくちゃ舐められるっていう、まあ、そういうスキルだったんですけども、今回のこの修正によって、6枚ぐらいだったら汎用カードを入れていいと、逆に言うとっていうことなんで、コズミックサイクロンとかもう因果切断されてビジャム飛ばされるっていう、あの地獄みたいなあの展開がなくなります。よかったねこれは。だから禁じられた清掃とか入れられたりとかするんで、これは嬉しいですね。それでも使う人あんまいないっていう説はありますけどね。はい。でお次、絶対運命力、これがね、めちゃくちゃ弱くなったの。バカみたいに弱くなった。カップウェイス、あの引く前提みたいな好きだったんですけども、自分がコイントスを行う場合3回まで必ず表が出るっていうのは同じ。ここまた自分は最初の通常のドローができない、つまりですね、あの先行だったら3ターン目のドロー、後攻だったら2ターン目のドローができなくなるんですよ。ってことはどういうことかっていうと、初手4枚スタートっていうことなんですね、必ず。だからカップオブエースを引いてやっとドローしてると同じことになるんですよ。わかりますかねっていうと、だからカップオブエースを引かなければただ単にってことはマイナス1の状態でデュエルをしてくださいっていうことなんですよね。で、あのカードコイントスカードが7種類っていうのも同じなんですけども、これね多分ね使う人いなくなるんじゃねえかな。カップオブエースを引いて今まで通りっていう感じなんですよ。だから引けなかったら今までよりもマイナス1の状態でデュエルを返しなければならない。やっぱカードゲームってアドバンテージがめちゃくちゃ大事なんで、マイナス1はさすがに弱いでしょ。だから誰も使わなくなる可能性すらありますね。だからめちゃくちゃ弱くなってると思います。かわいそうなぐらい下方修正がされました。でもう一個悲しいのは、この墓地より芽吹くものっていうこのスキル、これね、自分のライフポイントが1500減った後じゃないとダークバージャー置けないってなったんですよ。まあ、今まではね、ノーコストで、ダークバージョンあったんですけども、これね、何が起きるかっていうと、今までの芽吹くシンクロギミック、あれ全部使えなくなります。きつすぎない。まあ、スポーアとか、バルブとか、あと、まあ、エンジェルトランペッターとか、ああいう系のモンスターで、まあ、初手から安定感、抜群でシンクロできるっていうギミックあったと思うんですけども、芽吹くブラマジョンがね、エヴァリー出せるとか、あと、なんか、デーモンの将来出せるとかあったんですけども、ああいうの全部ね、1500減ないといけないんですよ。これめっちゃ高いですか？ここまで弱体化する必要あったのかな？まあ、次のメインボックスでどうやら植物族を強化したいっていう話らしいんですけども、まあ、立夏とか来るとかいう噂なんですけども、いや、一回様子見てからでも俺良かったんじゃねえかなって思うんですけどね、個人的には。まあ、多分、ちょっと早すぎた埋葬感あるんですよ、これ実は。なんですけど、まあ、多分テストプレイ今回結構ちゃんとして、なんか最近なんか運営さんなんか変わったのか、なんかすごい有能なイベントとか、有能なテストプレイの仕方をしてるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけども、なんかね、ちょっと早かったような気はするけど、多分やばいんだろうね。やばかったけど、元から、スポーアとかダークバージャーからの一枚衝動で一気にバッて、なんか御用ディフェンダーからのなんか、ゼンマイティからの、エヴァリーみたいなね。抜群に言えばかったから、まあそれはまあしょうがなかった部分なのかなと思うけど、もうちょっと個人的には様子見てからなんかやってほしかったみたいなことを思っている。はい。で次、アバヨ、自分のライフポイントが1500減った後に使用できると。で自分のフィード上の元々の持ち主が自分のモンスター一体を手に持つっていうのはこれ同じなんですけど、この1500減った後にっていうのが追加されたことによって、これもやっぱりね使いづらくなったよね。セプスローダ天使とか、アバイを使うようなデッキ、あと、魔合神とか、あと、地味に弱体化されている、アバイ用バブルマンとか、バブルマンデッキとかも、やっぱ、アバイを即打ちできなくなったので、結構ですね、使う人減ると思いますね。まあ、1500ってやっぱりコズミックサイクル1枚で発動できないので、1500減らすって結構難しいんですよ。なんで、まあ、初手からこう、アバイをして、セプスローガンガン回していくこともできなくなるし、
まあ、魔合神とかも使えないし、まあ、結構特殊なギミックを用いないといけなくなっちゃうんで、多分これもかなり使いづらくなったので、使う人いなくなるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、ここまでそのスキルを弱体化、まあ、めっちゃしてるんだけども、スキルの意味あるかなってなるんだよね。ここまで弱体化、バンバンしていくと、スキルをねあんまりいじんないでほしいんだよ、個人的には。やっぱデュエルリンクスってスキルがあるから、まあ OCC とは違うなんかそのムーブが生まれるわけじゃないですか。だからね、できる限りねいじってほしくない、あのスキルは意味ないから。スキルをいじってしまってスキルを弱体化すると使わなくなるスキルっていうのはなかったのと一緒になるんで、なかったのと一緒のスキルってやっぱ意味ないじゃないですか。だからね、ここまではねちょっとやりすぎな感はあるんだよね、個人的にはね。で、バランス以降もそうで、バランス、リスターと魔法の使い手、戦術の使い手、僕のモンスターカード、ヘビースターターっていう、こいつらは、ね、全部ね、ある一文が入ります。自分の最初のターンのメインフェーズ終了時まで、自分はモンスターを特殊召喚できず、モンスターの効果を発動できないという文言が全てのスキルに入ります。これ、何が言いたいかっていうと、この修正で。要するに、初手操作するスキルは、モンスター展開できなくさせるよっていうことなんですよ。自分の最初のターンのメインフェーズ終了時までなんで、これ自分のターンのメインフェーズ終了時までって書いてあるんで、あの岩戸とか、あの天の岩戸、デュエル3倍のあの天の岩戸を悪用していたあのデッキあるじゃないですか。ああいうのも使えないんですよ。メインフェーズ終了時までモンスターの効果発動できないってことは、エンドフェーズには発動するんで、岩戸戻っちゃうんですよね、一応。だから一応岩戸ケアもしてきたっていう、そういう感じなんですけれども、これね、多分まあ、これはね、インフレが進んで、強いカードがだんだん増えてきたので、初手操作スキルを、野放しにしておくと、先行制圧が、まあ、ものすごく簡単になっちゃうので、まあ、これのスキルの、修正、まあ、要は、初手操作する系のスキルは、制約をつけますよっていう、そういう感じなんですけどね。まあ、わかんなくはないし、やるとしたら、まあ、全部やらないといけないっていう気持ちはわかるんで、まあ、全部やるのは、まあ、間違いではないと思うんですけども、やっぱね、そのね、基本的にはね、スキルにはね、あんまり手を加えないでほしいんだよな。デュエルリンクスって。スキルがあってこそのデュエルリンクスだと思うから。スキル嫌いっていう人は、結構いらっしゃるらしいんですけど、なんか OCG になっちゃうので、そうすると、リンクスの意味ないんですよね。あんまり。なんでリンクス特有の、なんか特色みたいなやつは、残しておいてほしいなと。個人的には、思っています。でですね、最後にですね、ちょっと弱体化したデッキ、まとめとくと、まあ、強化されたデッキは、まあ、あんまりないんですけども、強化されたデッキは崩壊デッキと砲撃デッキですね。で、弱体化したデッキはですね、まずね、絶対運命デスペ、だいぶ弱くなりましたね、絶対運命デスペ。それから、バランスを使っていた、このバランスを使っていた、聖騎士とか、豪騎、テラナイト、霊獣、あとブラックマジシャンとかもそうですね。バランスを使っていたあっち系の、デッキはほぼほぼ全て弱体化されてますね。で、魔法の使い手使っていた、まあ、ウィッチクラフトとか、あっち系の、まあ、デッキも弱体化されてるかなっていう感じ。で、一番ね、個人的にやっぱ痛いのは、このね、芽吹くシンクロ系デッキ。芽吹くシンクロのギミックって、メタリック選手権とか、なんかガチデッキだけじゃなくて、いろんなデッキに使われてるんですよ。それが全部いっちゃったんで、これはちょっとやりすぎだったぞ、と思うんだけどな。っていうことで、弱体化、シンクロデッキ、ムーブクシ、シンクロデッキですね。そんな感じですかね。あと、アバヨの、セプスロデッキ。あの辺も弱体化になってるっていう感じでございます。はい。いかがでしたでしょうか。やっぱ個人的にはね、メブクが悲しいっていうのが、まあ一番かな。リミットは。ミズジャッジとヘッドジャッジングは、マジで、妥当だと思うわ。これだけは。これだけは納得したけど、絶対運命はちょっとやりすぎな感も否めないしな。あとこれな、これ大丈夫なんかな。まあ、またね、様子を見てアマゾンスデッキをね、紹介していこうというふうに思っております。最後まで、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回はもうひたすら喋るだけで申し訳ございません。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。